マルコス・マテオ、マルコス・アウレリオ・マテオローラ、マルコス・オリリオ・マテオローラ、1984年4月18日対は、阪神タイガースに所属していたドミニカ共和国、サン、クリストバル・シュー・サバナ、グランデ・デ・パンケ出身のプロ野球選手、投手、右投げ右打ち、2月13日にシンシナティレッツと契約、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・レッツで13試合に登板し、 2勝3敗、防御率4.30だった。ワルーキー級、ビリングス・マスタングスで18試合に登板し、5勝1敗、1セーブ、防御率は3.20。は A 級デートナドラゴンズで41試合に登板し、2勝4敗、6セーブ、防御率3.50だった。2007年9月12日に、8月30日に、 行われたトレードの後日発表選手として、シカゴカブスへ移籍した。は、A 級ピオリアチーフスで8試合に登板後、4月30日に A 級デートナカブスへ昇格。デートナでは25試合に登板し、4勝3敗、防御率3.57だった。オフの11月19日にシカゴカブスとメジャー契約を結び、40人ワーク入りを果たした。は、 デートナで開幕を迎え、4月25日に AA 級テネシースモーキーズへ昇格。AA 級では34試合に登板し、3勝6敗、防御率4.07だった。は、テネシーで開幕を迎え、5試合の登板、6回で0勝0敗にセーブ、防御率0.00と高騰し、4月19日に AA 級アイオワカブスへ昇格。しかし5試合で、 防御率6.52と結果を残せず、5月10日にテネシーへ降格。その後は膝の故障で離脱し、ルーキー級アリゾナリーグカブスを経て、7月1日に A 級に復帰した。8月2日に IOI 昇格すると、3試合、3回を無失点に抑え、8月9日にメジャーへ昇格した。同日の対サンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビュー。 同点の延長を10回裏から登板し、10回は無失点に抑えたものの、11回裏に無失満塁のピンチを迎え、パットバレルに中堅へのサヨナラ儀比を許して、メジャー初黒星を起死した。その後はリリーフに定着し、この年は21試合に登板。0勝1敗1ホールド、防御率5.82だった。若いマクロスター入りしたが、 20試合の登板で防御率5.74と安定せず、5月17日にアイオワへ降格。6月28日に最小格し、3試合に登板したが、7月5日に右肘の故障で15日間の故障者リスト入りた。その後は復帰できずにシーズンを終えた。オフにはドミニカンのインターリーグに参加し、エストレージャスオリエンタレスで12試合に登板した。 は、右肘の故障で開幕前から離脱し、4月5日に60日間の故障者リスト入りした。6月1日にトミー・ジョン手術を受け、シーズンを全休した。は、前年の手術の影響で、シーズン序盤をリハビリに費やした。6月にルーキー級アリゾナリーグで復帰し、7月11日に A 級テネシーに昇格。7月29日には、 AAQ アイオワへ昇格した。アイオワでは13試合に登板したものの、メジャーへ昇格することはなかった。オフの12月12日に行われた、ルール5ドラフトで、アリゾナダイヤモンドバックスから指名され移籍した。3月12日にダイヤモンドバックスがマテをロースターから外したため、ルール5ドラフトの規定でカブスへ復帰した。この年は、 アイオワで33試合に登板し、3勝0敗に、セーブ、防御率3.86だった。オフの11月4日に、FA となった。1月8日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだ。開幕後は、AAA 級、エルパソチワワズで22試合に登板し、2勝0敗、9セーブ、防御率1.86と高騰。月日にデールセイヤが、 故障者リスト入りしたため、パドレスとメジャー契約を結んだ。同日のタイジャイアンツ戦で6点ビハインドの7回裏から登板し、4年ぶりのメジャー登板となった。その後はリリーフとして登板していたが、8月8日に首の故障で15日間の故障者リスト入りし、9月1日に復帰した。この年は26試合に登板し、1勝1敗1。 ホールド、防御率4.00だった。2015年12月22日に、阪神タイガースとの間で1年契約を締結。1月7日には、ウェーバー工事手続きの完了によって、契約が正式に成立した。背番号は38。阪神では、2014年からクローザーを務めていた、ゴー・ノボルカントの契約が2015年で満了する、ことを背景に、 クレの対岸に備えて、新外国人投資候補を調査。しかし、後が母国、韓国の国内法で禁止されている賭博に関わった疑惑が浮上したことを機に、2015年12月上旬で契約交渉を打ち切った。このため、クレに代わるクローザー候補の一人として、マテオに白羽の矢を立てた。なお、マテオとの契約の直後には、もう一人のクローザー候補として、 ラファエル・ドリスも獲得している。シーズンにはオープン戦までクローザーの座をドリスと争った末に公式戦を一軍でスタート。中日ドラゴンズとの開幕カード、京セラドーム大阪では3月26日の第2戦で来日初登板を果たすと、翌27日の第3戦で来日初セーブを記録した。以降の試合でも10セーブを挙げたが、 下半身の違和感を訴えた5月中旬からは、救援当番で5試合連続失点を記録。さらに、病院の検査で、右肩の関節炎と診断されたため、5月28日から6月14日まで、出場選手登録を抹消された。シーズン全体では、セットアッパーやクローザーとして、1軍公式戦50試合に当番。1勝3敗20セーブ、7ホールド。 防御率1.80を記録したことから、シーズン終了後の11月29日には、1年契約でチームに残留することが、球団から発表された。2は、1軍公式戦の開幕から、クローザーのドリスにつなぐセットアッパーに定着。球団からのノミネート選手として、セリーグの中継投手部門に名を連ねた。オールスターゲームのファン投票で部門の得票数1位に、 なったことから、7月14日の第一戦、名古屋ドーム8回表に、同ゲーム初登板を果たしたが、1回3失点という内容で敗戦投手になった。後半戦では、不調や腰の張りを理由に7月22日付で、出場選手登録を抹消されたが、最短の抹消期間、10日で、同月31日から一軍へ復帰した。結局、レギュラーシーズン全体では、 一軍公式戦63試合の9円当番で7勝36ホールドを記録。シーズン序盤から勝利の方程式へ加わった桑原健太郎。67試合の9円当番で4勝39ホールドを木と並んでホールドポイントがセリーグ最多の43に達した結果、リーグ最優秀なかぎ投手のタイトルを桑原と分け合った。シーズン終了後に 推定年俸1億9、0零零レレレ円、前年から8、0零レレレレ円増という条件で契約を公開。2は、一軍公式戦の開幕から4月下旬までに、9試合の9円当番で4ホールドを記録。チームが9連戦を控えていた4月26日には、母国のドミニカに住む夫人の出産へ立ち会うことを理由に出場選手登録を抹消された。 帰国後に夫人が第六子を出産したことから再来日を経て旧連戦後の5月8日から一軍に復帰。しかし5月12日の対広島戦、松田スタジアム8回裏に四万類から3連続押し出し、1950年の2リーグ分立後の n p b 一軍公式戦災多対で史上17人目の記録で3点を献上するなど、請求に苦しむ試合が相次いだ。 後に右肩を痛めたため、5月27日に登録を再び抹消。シーズン終了応募ウェーバー工事されたが、獲得を希望する球団はなく、10月31日付で自由契約工事された。右投げのスリークォーター。フォーシームとスライダーを軸に投球を組み立てる。2015年のウィンターリーグでは、自己最速99メートル PH。 約時速 159km を計測した。日本での最速は時速 157km。ートル。ギガバイト FBE が MLBE 通算0.79と低くフライボールピッチャーである。また、基本類打率が1.63と高い。右打者へのザフィップが3.28に対し、左打者へは4.06と苦手としている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。